ジャンヌ・ド・パンティエーブルは、ブルターニュ女皇。マイエンヌ、アボグール、レグル、シャトロドランの、閣僚主、パンティエーブル女白。パンティエーブル博であったギード・ブルターニュと、ジャンヌ・ダブグールの唯一の子。ジャンヌは叔父であるジャン・ド・モンフォールと争い、自らが持つ権利として、ブルターニュ公の継承権を主張して、ブルターニュ継承戦争を引き起こした。彼女は、夫で、 シャティオン家出身のシャルルド・ブロワを借り立てて平和裏に戦争を終わらせる妥協案であるブルターニュ・コークライの共有と広告の北半分の支配権を拒絶した。決着をつけるためシャルルド・ブロワはオーレの戦いに出1364年に戦死した。この敗戦後、彼女は第一次ゲランド条約を結んだ。1379年。 ジャンド・モンフォールの子で重廷に当たるブルターニュ皇ジャン4世がイングランド亡命を余儀なくされるとジャンヌはフランス王シャルル5世がブルターニュ併合を企み彼女と彼女の息子の権利を侵害しようとしていることに激怒した彼女はイングランドからジャン4世を呼び戻そうとブルトン人の最前線に立ちジャン4世のブルターニュ上陸を出迎えたシャルル5世の死後 1381年にジャンヌは第二次ゲランド条約を結んだ。この条約でジャンヌはかなりの現金を獲得し、もしジャン四世が子孫を残さなかった場合、相続人として行為を回復する機会を得ることになった。継承問題は最終的に決着した。ジャンヌはガンガンにある小崎、兄弟会の教会の内陣に埋葬された。1337年。 シャルル・ド・ブロワと結婚し、ご死を設けた。ジャンルとシャルル・ド・ブロワの結婚式は、ベルトランデュ・ゲクランが公に姿を現した最初である。ありがとうございます。